どうも、アキです。プロスペースやっていきましょう。さあ、というわけで今回は2018シリーズ2に田中将大投手、そして平野佳寿投手が追加されたということで、こちらのワールドスターセレクションを最大60連引いていきたいなと思います。はい、というわけでございまして、マー君、そして平野の追加が来ましたね。二人とも今回はですね、ぜひ欲しいなというふうに思っておりますので、まあできれば二人とも出てくれれば嬉しいなというふうに思っております。まあどちらかというとマー君が欲しいんですが、でも平野投手に関しても結構昔から極みで使っておりましたので、まあぜひぜひ引ければいいなというところでございます。今回のワールドスターセレクションは S ランクが出たらワールドスター確率が 30%、 そして購入3回目に S ランク選手1人確定、そして購入6回目に S ランクワールドスター選手1人確定というものがございます。まあ、いつもの形ではあるんですが、ワールドスターに関してはやはりメジャーの選手なんで、3回目でね、ここを確定にしてくれないという辛さはございますね。まあ、ただですね、間違いなく今日誰かワールドスターの追加が来るなというふうに予想しておりましたので、ちょっと昨日のですね、こちらのガチャをスルーいたしました。また後で登場選手を見ようと思うんですが、これ引くんだったらまあ明日に備えようと昨日思っておりましたので、まあその分ですね、今回は60連引いていきたいなというところでございます。まあ、大谷でもおかしくないかなと思ったんですけど、マー君、平野でしたね。はい。というわけで、まずはこの二人の能力を確認していきましょう。まずは楽天、田中将大投手でございます。はい、9A81、制球 A83、スタミナ A83 の、制球、スタミナの同値ですね。で、変化球の数が全部で5つ。はい。で、特殊能力は援護20丸ですね。個人的にこの援護20丸は、いい特殊能力なのかなとか思っていたりもします。はい。まあ、その発動タイミングとか発動する数いろいろ考えた時に割と僕は好きですね。ただコンボに絡んでこないので、まあ、その辺のところかなというのもあります。はい。あの伝説の24勝した年ですね。はい。まあ、唯一これに黒星をつけたのが高橋由伸というシーズンでございました。はい、日本シリーズでね。で、プロスペ的な能力で言うと、9A81 で他が A83 なので、まあみんな一番下い9位型に称号でもちろん持っていくこともできますし、まあ、本当に素晴らしい能力だなというところですね。てかマー君でこれくらいなんですね。改めてこれを見ると菅野のヤバさがわかるというかね、そういうところがありますね。はい。通常菅野がどれくらいの能力かと言いますと、いやー菅野って改めてやばいんですね。で、変化球の数もマー君をさらに上回っていきますからね。いやーちょっとだから今ね、もう菅野という最強投手が登場しているので、まあそれと比べるとというふうに思ってしまいますが、やはりそれに並ぶような素晴らしい能力かなとは改めて思っております。はい。で、変化球の数一応6つに到達してないんですが、今年はですね、結構菅野含め有力どころが変化球の数が多いので、まあ超変幻自在去年よりは楽なんじゃないかなというふうに思っております。で、続きましてオリックスの平野投手ですね。はい、9A84 で登場しております。まあ平野投手はですね、9位が79の時とかもあったりしたんですが、今回はもともと A 超えているという時の能力で登場してくれました。ただ抑え適性が C です。はい、中継ぎ適性のみ S という年というところは覚えておきましょう。変化球の数は4つ、奪三振ですね。はい。いや防御率 1.94 ってすごいですね。まあ、平野投手に関しては今年メジャーでね、去年か、大活躍しましたので、まあ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 、もちろんこれくらいの能力では登場してほしいというところですね。はい。フォークがね、メジャーでの活躍を見てるともっと良くてもいいと思いますが、まあ、あくまでこの年の能力なので、まあ、こうなるのかなというところですね。はい。というわけで、もう2人とも極みで持っていますし、特殊能力も上げているので、ぜひとも手に入れたいなと思います。ただ、平野投手に関しては、最後に使ったのが、多分まだ特殊能力2個時代だった気がするんで、まあ、そういう点も含めてマー君ですね。はい、マー君は昨年も使ったので、ぜひマー君、手に入れたいなというところです。はい。もうラストピースかな、これが。いきましょう。60連、やっていきましょう。あ、そしてですね、皆さん、ただいま、Twitter@秋ゲーム TV、そして Instagram@秋_0420ですね。こちらをフォローするとですね、iTunes コードもしくは Google Play コードが5万円分当たるプレゼント企画を行っております。明日までのプレゼント企画となっておりますので、まだ参加してなかったよという方は、ぜひとも Twitter、Instagram フォローしてください。
前澤社長に負けません。まあ、僕の方がちょっと早く始めたんですけどね。完全に前澤社長のあの凄さに、ね、驚かされました。秋ゲーム TV でございます。いきましょう。当たった人いますか、前澤社長の100万円企画。ただあれ結構有名人に当たってますよね。あれどうなんだあれ選び方として普通にどうなんだ。まあまあでも有効活用してもらいたいっていうね、もちろん気持ちはあるんですけど、あると思うんですけど、それだったら先に言っておくべきではありますよね。あ、ちなみに僕のはもう完全抽選方式なんで、はい、皆さんよろしくお願いいたします。いきましょう。さあ、よろしくお願いいたします。今回は2人とも欲しいです。まあ大体いつもワールドスターの時って、まあ、この選手の方が欲しい、2人いてこっちが今回欲しいですっていうパターンが多いんですけど、今回は両方欲しいです。いきましょう。まあやはりマー君というとね、今ペナント実況でも大黒柱、まあ4枚目のね柱として大活躍してくれておりますので、そういった点も含めて欲しいですね。でですね、ペナント実況もプロスペースも両方見てるよっていうね、嬉しいこと言ってくれる方もね非常に最近多くてですね、本当に嬉しく思っております。で、昨日の生放送がいつになっても処理が終わらなくてですね、動画公開できないんですよね。なんでだろう、ちょっと困っております。で、現状報告でございます。うん、ヒース、今日はヒースはいいっすわ。やっていきましょう。今日はワールドスターの2人が欲しいですね。はい、さあ、ちょっとこれ確定以外なかなか出そうにないんで、Sランクが出ても30%なんで、だったらまだマー君かな、やっぱり。うん、というのも平野投手抑えもね、適正 S あればよかったんですけど、中継ぎのみなんで、まあそういった点も含めてマー君獲得しておきたいかなというのはございますね。はい、マー君取るならやっぱ旧型にしたいんで、 A ランクも拾いたいというところはございます。お、もうこれ6回目も5回目じゃないか、まだ。うん、よし、おお、ライアン小川投手最近よく出ますね、ガチャで。だからね、個人的にやっぱ能力 A 超えてる。おお、おお、たまった、 30% を2回外した。個人的にオーダーに入らない選手ではあるので、うん、まあスーパードッチというね選手ではございますが、投手のスーパードッチってまあ、あんまりというか全く個人的に恩恵を感じられないオーダーなので、そういった意味ではやっぱりマー君、平野来てくれ、2人とも来い、ラストでお願いします。演出フルコンボだったんでね今。うん、おおおお、ハーマン、我がアキサンハリケーンの現役投手コーチでもございますハーマン、特殊能力が非常に多い、奪三振伸び球持ち緩急とか確か持っていたハーマン。はい、というわけで平野投手でございました。まあ今回は本当に2人ともオーダーに入るという選手だったので、まあ60連引いた価値は非常にあったかなと思うんですが、これだけ S ランク出たんで、いやーマークもなんとか拾いたかったなというところはございましたね。はい、まあただ今回のワールドスターは本当に当たりなんじゃないかなとは思いますので、まあぜひぜひ皆さんも、余裕があれば引いておいてもいいんじゃないかなというところですね。で、ちなみにまあ昨日このガチャをスルーしたんですが、まあ全体的にこうやって眺めるとなかなか欲しいというかオーダーに入る選手がいないんですよね。はい、うん、まあマレーロの A ランクを持っていればまだ良かったんですけど、マレーロの A ランクも僕持ってないので、となると本当にちょっと個人的にはっていうところではありましたね。まあ純正チーム作ってるよっていう方であればですね、どうなんだと思ったけど、今回のガチャ形式的にあれですね、自チーム、あ、自チームか、だったらまあ純正作ってる方がっていうところですかね、今回は。はい、あまりおすすめは個人的にしないかなというところでございます。そんな感じでございました。というわけで
今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。